これは日本の古い話です。悪徳の家におじいさんとおばあさんありました。おじいさんは毎日山へ行ってます。山にはスズメがたくさんいます。一番のスズメはおじいさんの近くへ来ました。ジュンジュン、ジュンジュン。おじいさんは言いました。かわいいスズメだ。おじいさんはスズメと家へ帰りました。おじいさんは毎日スズメと遊びます。でも、おばあさんはスズメが気になりした。おじいさんは今日も山へ行きます。おばあさんは洗濯をします。おばあさんは、ご飯代、洗濯の量ました。そして、洗濯の量、着物につけました。じゅんじゅん。スズメは、家の近くで遊びます。スズメは、おばあさんの洗濯の量を見ました。あ、いいものありまして。スズメは洗濯の量を少し食べました。おいしい。スズメは洗濯の量をもっと食べました。おいしい。おいしい。おばあさんがおしのみました。スズメはいます。おら、私の洗濯のりを食べみまして。わのいスズメだ。おばあさんはスズメをしてもう切りました。痛い、痛い。スズメは山へ帰りました。おじいさんは山から帰りました。スズメはいません。おじいさんはおばあさんに聞きました。スズメはどこですか？おばあさんは言いました。スズメはもういますよ。もういませんよ。あのスズメは悪いスズメです。私の洗濯の量食べました。だから、舌を切りました。おじいさんは、大きい声を出しました。おじいさんは山へ行きました。スズメさん、どこにいますか？スズメはいません。おじいさんはまだいました。スズメさん、どこにいますか？おじいさん、ここです。
ここです。スズメが来ました。あのスズメです。おじいさんは言いました。スズメさん、大丈夫ですか？スズメは言いました。はい、もう大丈夫です。ありがとうございます。おじいさん、私の家どうぞ。おじはスズネの家へ行きました。おじいさん、お家をどうぞ。お菓子もどうぞ。おじいさんはお茶飲みました。お菓子また食べました。ああ、おいしい。家の中にはスズエがたくさんいます。スズエたちは歌の歌いますそうだ。踊りを歌ります。おじいさんは言いました。ああ、楽しかった。ありがとう。もう夕方ですね。私は家へ帰ります。スズメはおじいさんのお参りもした。あのスズメです。スズメは言いました。おじいさん、これをどうぞ。ここに箱を出す。大きい箱米ですか？小さい箱米です。大きい箱は重いですかな？おじいさんは、小さい箱を思い出しました。おじいさんは家へ帰りました。そして、箱を開けました。ザカリは、お金や経理や獣はたくさん ありました。おばあさんはそれを見ました。まあ、おじいさん、どこで来るよ？おじいさんはスズメの話をしました。じゃあ、私もスズメの家へ行きました。おばあさんは山へ行きました。スズメさん、どこにいますか？スズメはいません。おばあさんはまたいました。スズメさん、どこにいますか？おばあさん、ここです。スズメは決まりした。あのスズメです。スズメはおばあさんに言いました。おばあさん、私の家どうぞ。おばあさんはスズメの家へ行きました。
おばあさんは、お茶をどうぞ、お菓子もどうぞ。私は、お茶もお菓子も欲しくないです。箱は欲しいです。早く、箱ください。わかりました、おばあさん。大きい箱はいいですか？小さい箱はいいですか？大きい箱はいいです。大きい箱はいいです。大きい箱ください。おばあさんは、大きい箱もらいました。重い。大きい箱はとても重いです。重い。重い。もう、ダメだ。おばあさんは、山のやがて、箱はました。わお。箱の中には、お化けがたくさんいました。